ミカド前から、ここは中盤うまくかわした。川面パスを出す。ミカド繋いで、うん、マテウス、まあ、よく滑りましたね最後ね。細川ですかね、糸巻きとですかね、2人が滑っていました。まあ、中盤のところでこれ川面ですかね、まあ、1枚2枚3枚ぐらい剥がしましたよね。まあ、そうすることによってギュッと密集してやっぱサイド空いてきますよね。でそのサイドでマティウスが受けたのもボックスの中入ってきたところですから、はい、まあ、効果的な攻めだと思いますね。